はい、どうもエンタのゲームインザボックス。本日をもちましてエンタのゲームインザボックスが6周年となりました。6年目ということで、この1年も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。おめでとうございます。はい、ということで、まあまあ愛しこいれでございますけれどもね、2月8日の、この日にいったラジオ動画を出すということでね、今年もやっていきたいと思います。まあ去年の目標ですね、去年の目標、手広くやらないというところで、まあ実況のソフトを絞ろうというところでね、今はブレスオブザワイルド、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドと、でまあレトロゲーム枠は今一旦休みという形で、でその代わりリクエスト枠のフライの試練2ですね、こちらをやってまして、であとは、これもまだ終わってないんだけど、グラビティデイズの1の方ですね、プラス、あとは生配信でやってました、ザ・タクシー2の方ですね、ザ・タクシー2の方、まあ、ここら辺をねなるべく終わらしたいというところで、そこら辺が終わったらちょっともうに実況動画2本のみみたいな感じで、ね、2本だけプラス実写動画みたいな感じでやっていきたいなと思っていたんですけど、なんかもうフライの試練に関してはもうできる気がしなくなってきたっていう初のドロップアウトじゃないかというところになってきました。なんかね難しい、あれは本当に、まあ運もあるよね、あれはあのゲームはね、ちょっとね序盤にこう強い敵がバンバン出てきたらもう速攻で死んでしまうゲームだし、それが序盤だったらまだいいけど、もう中盤にもそういうね危機が何回もやってくるので、なかなかそれに対処できないというところで、なかなかねクリアできてないんですけども、だからもうちょっとこれはもう一旦保留というか、もうあの凍結です、凍結風来の試練に関してはもう凍結しようかなと思ってます。僕がクリアできるような代物ではないなというところですね。なのでまあちょっとね、もうちょっと絞り込みたいっていう今の気持ちがありますんで、ちょっと一旦風来の試練2は一旦凍結しようかなと思っております。であとは生配信の方でグラビティデイズと、タクシー2、これはもうちょっと早めに完結させたいなというところはあります。でブレスオブザワイルドはまあ今第4章の方の、動画がね上がっていきますんで、これに関してはもうあのとりあえず4つの神獣の解放は終わりましたので、ね、終わりますんで、そこはもう少しお待ちいただければなと思っております。去年の目標はその手広くやらないと、実況ソフトを2本ぐらいに絞りたいというところで、これはまだ今継続中です。だから今年の目標としてはもうそれを継続した上で、新たな一歩として過去に実況したソフトの続編をレトロゲーム枠でやりたいというところですね。でさらにはゲームソフトの箱を中心とした、それをメインに据えた、開封動画をやりたいというところですね。エンタのゲームインザボックスというイン箱の中っていうところを今までずっと注目して5年間やってきましたけれども、初めてここに来てゲームインザボックスじゃなくゲーム、なんだろう、ゲームザボックスなんて言ったらいいんでしょうね、ボックスオブザゲームかもしれないね、箱のゲーム、ちゃうな、ゲームの箱やから、ボックスオブザゲーム、ボックスオブザゲーム、あってんじゃんゲームの箱、箱を中心としたもの、これをちょっとやってみたいなっていうところが昔からありまして、まだ実現できてないんですけども、そろそろ実写動画の方で、そこら辺をやっていきたいなと思っております。なのでまあ今年の目標としてはその2点3点ぐらいのところですね。まあこの1年をちょっと振り返ってみましょう。毎年恒例でございますが、この1年を振り返ってみる。クイズゲーム枠はちょうど、NHK 紅白クイズ合戦、これが終わったあたりですね、1年前といえば、で木曜ゲーム枠の方で、木曜クイズゲーム枠の方で行ってきますと、先に、まずはその後レイトン教授と不思議な街をやりました。これは全問クリアまでやるというところで、結構やりましたけれども、木曜クイズゲーム枠として第16回までやりました。でその後にやったのがクイズ宿題を忘れましたとクイズ廊下に立ってなさいっていうセガのアーケードクイズゲーム2本立て、これをやりました。
これもなかなか癖の強いゲームで、当時のその古い野球の知識をすごい問われるというね、謎のクイズゲームでしたけど、なんとかクリアしました。これ全7回ですね。でその後、木曜クイズゲームをスタートしたのが、アメリカオーナーウルトラクイズ GB3 ですね。アメリカオーナーウルトラクイズ GB3 でもニューヨークに行くやつっていうね。うん、すげえ、なんか途中でめんどくさくなったんかっていうようなタイトルですけども、それで、そのタイトルでやりました。これが全、チャンピオン大会もあるから、まあ、ややこしいんか。全6回プラス4回の10回か。全10回、全10周かけてやりました。そしてその後にスタートしたのが、エンタの子育てクイズ日記2ですね。うん、もっとマイエンジェル。ときめきクイズもっとマイエンジェルやったかな、うん、なんかそんなタイトルのやつ。あれをやりました。ナムコのアーケードゲームの移植版。全6回で、6周でクリアいたしましたね。はい。そしてその後始まったのが今やっていますゲームですね。モネお金の仕組み DS というゲームをプレイ中でございます。社長を目指してやってるんですが、まあ、社長になった後なんと親会社への出向が決まってしまい、親会社の社長を目指すことになってますね今。これだどこまで本当に続くか分かんないんで、もしかしたらゼルダの伝説ブレスオブザワールドの方がこう落ち着いてきたら、もうなんだ毎日更新というか、毎日更新まではいかないけど、木曜枠を飛び出しての更新にしていこうかなと。週 2,3 回の更新に変えようかなとは思ってますけど、今のところはまあ週1更新のままでいきたいと思います。うん、これはもう一つ目の目標のその積み残しをなくすというそっちの方になってるので、ブレスオブザワイルドの方も終わらしたいしっていうところで、もうあれもちょうどもうすぐ1年経つしっていうところですね、開始からってなりますんで、まあそんな感じの1年クイズゲーム枠は過ごしてきたということですね。はい。で、あとは、現世代木枠では、ブレス・オブ・ザ・ワイルド。これが、3月にスタートしたのかな。なので、まあ、ほぼ、発売から2年後、約2年後ですね。ようやく実況がスタートしたというところですね。うん。ニンテンドースイッチが僕が買ってから2年後にようやく実況を始めたという。その長いお話が続いておりますけどもね。今、取りだめしてるところは、シャープ80まで続いてます。うん。第4章はシャープ80までありますので、まだもうちょっとね、うん、先は長くなります。もしかしたら100本ぐらいになるんじゃないかなというところがありますけどね。結構全部を、前編を見ようと思ったら大変な時間になりますけど、長い冒険が続いております。私のプレイ時間も70時間超えましたね。うん。それぐらい長いこと、ハイラルを走り回っております。馬をね、1匹なくしたりとかしながらね、いろいろやりましたけど、なんとか。冒険を続けておるという感じでございますね。であとは未公開動画として1本2本ぐらいあるんかな。1本はギターの弾き語りができる DS のソフトがあるんですけど、これタイトル忘れたけど、そのソフトでちょっと弾き語りをしたという、弾き語れないカラオケ動画になるかもしれないですけど弾き語れてないと思うんですよ、あれ。僕は弾き語れてないカラオケ動画が、うん、まあ気が向いたらあげると思います。カラオケそんな好きじゃないんで、歌もそんな上手くないんですけども、まあなんとなく気分的に撮ったんで、それをもしかしたらね、未公開動画として出すかもしれないです。結構前に収録したんですけど、 DS のその実況が撮れるようになったのが去年の2月なんですけど、2月やったかな、1月頃やったんですけど、それがこうウキウキしちゃって、それで弾き語りを撮ったんですよね。うん、弾いてないけどねそれ撮って、うん、1年ぐらい寝かした動画なんですけど、まあまあ一応気が向けば出すという感じでやりたいと思います。あとは生配信として、なんかいろいろやりました。レトロフリークインストールはまあ毎回買ってきたもの紹介動画の後にやってるんですけど、それ以外に生配信としてやったのが任天堂ラボトイコンキット VR キットか、これを組み立てるだけの生配信っていうのを1個やりましたね。はい、これはビデオカメラを HDMI でつないで、でそのビデオカメラの映像を生配信で映しながら、VR キットという段ボールでできた VR をね、作ったという動画でございます。あとバズーカーも作りましたね。うん、段ボールバズーカーも作りましたよ。はい、まあ、そこら辺をやっ
った映像はあの VR キットなんで出力できないんですけど、まあそこら辺で楽しんでやりましたね。うん、あれは面白かったです。VR キット。生配信でやってみるもんですね。うん、あと生配信で言うと、平成最後の平成教育委員会 DS をやりましたね。うん、これもなかなか難しかったですね。クイズゲームはこう飛び出してのクイズゲームをやってみたんですけど、生配信で。これもなかなか面白かった。難しかった。そんな一品でした。あとは、テトリス99。ここら辺も生配信でやりました。うん、まあ、ちょくちょく定期的に、生配信ができているといった感じでしょうか。それ以外の実況シリーズとしては、ゼルダの伝説ブレスオブザワールドの編集するのに時間がかかるので、その間に、何か動画を出していこうというところでザ・コンビニですね、うん、都庁を誘致するという、ミッションが課せられたザ・コンビニ、これをプレイしました。これもちょっと片手間ぐらいでやって編集しながら出そうかなと思ったんですけどこれゲーム自体が結構なスピードが遅いので、うん、進行スピードは異常に遅くて、後半なんか ほぼ放置でしたけどね、最終的には20時間以上プレイしたかなっていうところの、ザ・コンビニですけども、一応ザ・コンビニの初代のやつを、全9回に分けて動画を出しました。まあ、その後生配信でちょっとだけやった名探偵コナン地下迷宮、あ、違う、地下遊園地殺人事件という、ゲームボーイソフトがあるんですけど、あれもクリアまでやりました。全6回かな、うん、クリアまでやりました。でそれをやった後、まあ、ゼルダ伝説とかもアップしながら、編集がこう遅れてきたら動画シリーズを再開してですね、その後にやったのがトラック&フィールド GB、まあ、これで、オリンピックに出るんだっていうね、そういう目標を掲げたんですけども、なかなかその手の連打だけではどうしても勝てずに、うん、最終的にはレトロフリックの力を借りてなんとかオリンピックに出場のエンディングまでは行ったというところですね。で、あと、ザ・逃走ハイウェイですね。ザ・逃走ハイウェイの名古屋東京4時間激走のやつ。これもプレイしましたね。全6回でございました。うん、これも、割と序盤の方にて、証拠を一つ取り忘れてしまったせいで、グッドエンディングは見れませんでしたけども、もう一回4時間走るの嫌だから、凍結させましたけども、うん、まあ、グッドエンディングを見るのはなかなか大変だなっていうところでね、一個だけです。一個証拠を忘れただけで、裁判に間に合わないという結末になってるんですね、うん。厳しいゲームでございました。で、今アップデート中なのが、ショベルナイトの新しいコンテンツですね。無料追加コンテンツ。キングオブカードという、キングナイトを主人公にしたやつ。これをちょっと今プレイ中なんですけど、ちょっと動画の投稿が1ヶ月ぐらい空いちゃってます。これでちょっと理由がありまして、次撮ったんですよね。その3、シャープ3以降のやつ撮ったんだけど、これはまた録画ファイルが潰れちゃってまして、破損してまして、これがもう消えたんですよ、この回。うん、2時間半ぐらいプレイしたんですけど、その2時間半分のプレイが消えちゃったんですよ。これはもうちゃんとリベンジ動画で出しますけども、その間の穴埋めの方に時間がかかってます。なのでもうちょっと時間がかかると思います。もうしばらくお待ちください。第4回。そんな感じでございます。まあ、実況動画の方はそういった感じで、まあ、いろんなソフトを、まあ、手広くちゃんと完結まで、シャープ6ぐらいで終わるような、全6本ぐらいで終わるような、短編ソフトも出しつつっていう感じで、実況の方は出せていますね。うん。まあ、あとはたまに単発動画で、デートナー USA とかね、そこら辺のセガサタンのレースゲームとかもやってみたりとかしてますけどね、そんな感じでやっております。で実写動画の方でやって、行っていきますと、まあ買ってきたものを紹介する動画。これがまあ毎月溜まったソフトをこう定期的に出せるようになってきたので、結構ペースはこれ保てるようになってきました。うん。で、一応このラジオを撮ってる前日に、買ってきたものを紹介するやつ、2019年12月編と2020年1月編、この2編分撮りましたんで、そこら辺もそのうち上がると思います。うん、じゃあちょっと撮影機材を変えてしまったので、それでちょっとね、なかなか動画のピントが合わないっていう状態になってたんで、ちょっといずれ戻すと思いますけど、ちょっとその2回に関しては、その2ヶ月分に関しては、ちょっと画質が若干変わってくると思います。画質というか、ピントの合い具合とかね。うん、ちょっと申し訳ないですけど。テストでやってみたんですけどね。ああ、じゃあダメだな。ちょっと新しい機体ダメだ。ってそのうち戻ると思います。はい。
そんな話。で他に実習動画で言いますと、結構あのミニシリーズの開封動画が続きました。ネオジオミニを今更ながら買ったりとか、あとはメガドライブですね。メガドライブミニを買いました。メガドライブミニとメガドライブミニ W とメガドライブの北米版、この3つを買いましたので、まあ、その3つともの開封動画もやりましたね。さらには、アーケードスティックですね。メインフラッシュアーケードスティック。F300 エリートというやつをね、買ったので開封とかね。そこら辺の、ちょくちょく買い物をして、そこら辺の開封動画をね、やってたりします。さらには 4K60Hz、HDR 対応の、IPS パネルのポータブルモニターですね。これ、まあ、今も実況、このラジオ収録しながら、モニター見ながら、モニターの波形見ながら、ラジオ収録してるんですけど、すごい重宝している、4K モバイルモニター。これの開封動画とかもやりました。まあ、Amazon のセールとかで、その 4K のモニターをね、2枚買ったりとかして、今ちょっと、このパソコンの環境も変わりつつあるという感じですね。やっぱ 4K モニターを買うと作業スペースが増えたというかね、そんな感じで非常に使いやすい環境になってきてるんで、良かったなと思います。買って良かったなと思います。あとは、タイニーアーケードっていうね、なんかちっちゃい、ゲーム筐体みたいなのがね、ポケットゲームっていうんですかね、そういったものが安く売ってたので買いましたけども、今年やったかな、今年の1月頃に上新ウェブの方でこれをタイニーアーケードのやつがまた安売りしてたんですけど、それがちょっと買えなくて欲しかったんですけどね、ポールポジションってレースゲームがあったんですけど、あれは欲しかったんですけど買えなかったですね。そこら辺のちょっとまた安値で放出された時を狙いたいですね。あれをなかなか2000円台で買うのはちょっとしんどいんですよ。あれなかなか2000円台は高いと思うんです。ただ1000円台で買えるやったらいいかなって思うんですけどね。まあそんな思いがあって、またなんか安いのあったら探したいと思います。あとは新作ゲームの開封動画として、ゼルダの伝説夢を見る島のリメイク版の方ですね。これを開封したり。あとは任天堂スイッチの、周辺機器。さらにはブロウラー64というね、64の新型コントローラー。こちらの開封動画も上げてみたいとかいう感じで、ゲームに関する開封動画がちょっと多めかなと。あとアーケードスティックの、コントローラーの発泡光ガイドを取り付けるという、チャレンジ動画も出しましたね。そしてこの1年間で一番再生された開封動画が、ニンテンドースイッチライトザシアンザマゼンタの開封でございました。ニンテンドースイッチライト、やっぱ皆さんその12月頃だったんで、発売がね、11月の初めにスタート、発売して、で12月頃に需要がこう一気に上がる、任天堂スイッチライトだったので、その頃の再生数がえげつなかったですね。伸びがすごかったです。今5万1000再生ぐらいいってるかな、ぐらいになってます。やっぱすごいみんな、スイッチライトに興味があるという状況でございますね。参考になったら幸いです。で、あとは、今年に入ってですね、2020年1月1日に駿河屋のネットショップの方で、ファミコンソフトの安いやつをもうガンガンカゴに入れて、1万6000円くらい買ったのかな最終的に。1万6000円で買いました。で、今年の1月の31日に駿河屋三宮店の方に行ったら、その時に買った、ボンバーマン64っていうゲームがあるんですけど、それが箱説なしで2000円で売ってました。僕ネットショップで買ったんです。3100何円とかなんですよ。1100円も違うっていう。ネットショップで買ったら3100円やったのに、駿河屋三宮店行ったら2000円で売ってたっていうね、同じやつ。まあ、ちょっと状態はわかんないですけど、ショーケースの方に入ってたんで、状態わかんないですけど、2000円やんって思ってね。なかなか。月の初めからいい夢と悪い夢を見ました。まあそんな感じで、駿河屋のファミコンソフト買った38本をね、生配信で、動作確認をするという動画を5時間かけてやりましたけどね。まあそんな感じのこともまあ今年やっていきたいなと思います。ちょっと実写と生配信を組み合わせたみたいなね、そんなこうメディアミックスみたいな、そういった
ものを出して、それをまた編集版として上げてっていう感じの、サイクルもまたそれはそれでいいかなと思って、まあいろいろ試してるっていう感じですかね。ということで、まあこの1年はそういった感じの動画になってます。毎日動画投稿ではなくなってますけども、まあそれなりにコンスタントに動画を出せているかなというところですかね。ただまあチャンネル登録者数が今もう完全に伸び悩み中でございましてほんまに伸びないんですよ。だからもう何をしての伸ばせたらいいのかなっていうのはちょっと頭打ちにはなりつつあるんですけども、やっぱ実況動画だけで、視聴者層をこう取り込むっていうのは難しい話だなというところで、まあ、今 YouTube の方ではね、いろんな芸能人の方々がこう参入だっつってなんかいろいろ騒がれてましたんで、YouTube を見ようと思ってエンタのゲームインザボックスを見る人がいるかっていうと、まあいないよねってなるんですよね。それはなっちゃいます。それエンタの、ゲームインザボックス見るぐらいやったら、まあなんでしょう、カジサック見た方がいいと、ガクトさん見に行った方がいいと、江頭さん見に行った方がいいとなっちゃいますもんね。うん、エンタのゲームいらない、いらないってなりますから。そういったことでね、まあちょっとこう、なんですか、弱小チャンネルというか、まあちょっとちっちゃいチャンネルは、こう、虐げられる時代になってきてるのかなとは思いますけど、まあ別に僕は未だに楽しく思うことを出したいなって、楽しく思える動画を、楽しいと思えるものを出して続けたいなというところで、まあ変わらず今までのそのペースを維持しながらね、やっていきたいなと思います。なのでまあ急に実写チャンネルになるとかそんなわけはないと思います、ね、ひたすらまだ今まで通りの好きなゲームを好きなゲーム実況としてやっていきたいなと思っております、ね。ここは変わらず引き続き6年目やってみたいなという次第でございますということなんで、この1年もよろしくお願いします。6周年ありがとうございましたということで、この1年間よろしくお願いします。また別の動画でお会いいたしましょう。エンタのゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。